おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川さえねです。8月2日金曜日の天気をお伝えします。まずはこちら千葉幕張のお天気カメラご覧いただきたいと思うのですが、朝日はこのように太陽の位置というのはわかるんですけれども、ただ雲の広がる空となっております。さあ全国はどんなお天気となっていくのか、アイコンで確認していきましょう。今日も高気圧圏内となり、広いエリアで晴れて日差しが届きます。ただ昼以降は山沿いや内陸を中心としたエリアでにわか雨に注意が必要です。また一部市街地にも雨雲流れ込む可能性があります。天気の急変にご注意ください。今日も各地で気温が上がり、東京では35度予想、名古屋37、そして大阪では38度予想です。引き続き高温が予想されます。熱中症対策をしっかりと行うようにしてください。また沖縄、南西諸島では湿った空気の流れ込みにより雲の広がりやすい空です。一日を通して雨の可能性があります。お出かけの際は雨具をお持ちください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。